今日からですね、本格的にちょっと増量していこうと思いまして買いました。何かと言いますと、じゃん、粉飴3キロです。これはですね、もう炭水化物になりますんで、あのプロテインで混ぜてガンガン飲んで太らせていこうかなと思います。ワクチンの副反応か分かんないですけど、体がだるくなってきました。全然動画編集のやる気が起きない。こう、なんでなんでしょうね、人間って。やらないといけないと分かってるんですが、手をつけない。先に手をつけた方がいいのに手をつけない。これは何なんでしょうか。ただもうここから2時間集中してやります。今12時5分なんで、2時5分までに絶対終わらせる。やる、やる。今動画編集が終わりました。1時からやってですね、1時間で終わらせようと思ったんですけど、やっぱ無理でした。3時10分2時間10分かかりましたね。毎日頑張って編集してますので、ぜひ高評価してもらえると嬉しいです。あとチャンネル登録お願いします。今娘とテレビ電話したんですけど、めちゃくちゃ可愛いですね。今日の疲れが一気に吹っ飛びました。早く会いたいなと思うんですが、あと1週間以上会えないので、写真見て頑張ります。のろけ話でした。これから実家に夜ご飯を食べに行きます。そういえば今日ですね、一回も外出てない。ずっと仕事しちゃってた。仕事が楽しいっすね。今日も楽しい一日でした。今日ですね、 YouTube チャンネル登録者数1万人以上の方に、僕の最近の YouTube の数値っていうのを見ていただきました。でその結果、毎日投稿いい感じですと、このまま続けていけば伸びるんじゃないですかっていうアドバイスをいただきました。これもご視聴いただいてる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。昨日でですね、毎日投稿10日目になったんですが、随分と慣れてきました。最初はまあ絶対僕は編集できるなんて思ってなかったんですけど、まあ、食わず嫌いは良くないですね。これからも毎日投稿していきますので、より楽しんでいただけるよう頑張っていきます。それではおやすみなさい。